今回紹介するのは「朝真を希望の奇跡ホープの奇跡」という本です現役引退を発表した朝真を本人監修によるオフィシャル写真集第3弾が発表決定ファンへのメッセージと写真でつづる集大成の一冊本人監修によるオフィシャル写真集第3弾です幸運にも ザアイス2017名古屋公演会場での先行発売にて入手することができました計4章で構成されていて関東に真央さん本人のスペシャルインタビュー第1章が復帰から引退まで第2章がソチオリンピック第3章が浅田真央の歩み第4章がザ・アイスという構成になっています さすが本人監修の公式写真集。写真のクオリティが抜群に高いです。最近購入した書籍の中では、総合票。値としてはナンバーがダントツですが、写真のみで表、値すると、この公式写真集が最もクオリティが高いです。サンデー毎日、中日報道写真集と比べても、写真のチョイスや品質において、 本製品に遥かにかがが上がります。さすがに公式ですね立派な写真集のため紙もしっかりとしていて厚みがありその分重量もあります現役ラストシーズンの写真がもっと見たい今までの媒体では物足りないと感じられている方ぜひともこの写真集をおすすめします黒リチュアン明かカリチュの厳選された美麗な写真が。 多数掲載されていますもちろんチェロスイートも中でも特に気に入った1枚がのの美しいスパイラルの写真本当にマ央さんの「スパイラル」は世界一美しいまた黒リチュのラストポーズと明かりチュの開始ポーズの写真が見開きで並んで掲載されているのが嬉しいところこの作品のコンセプトは SPFS 両方を合わせててつのプログラムととして完成されるところですからね。なかなか憎い演出です。何よりも特筆すべきは冒頭の真央さん本人のインタビュー記事です。短いですが復帰してから引退に至るまでの経緯で真央さんがどのようなことを考えていたかが記述されています。以前はこれ以上に大変なこともたくさんあったので今度も乗り越えていける。 と思っていたんですでももう最後は「もう自分の技術は今のスケート界に通用しないと思うようになりました」というコメントに心が苦しくなりましたあの現役最後の演技となった全日本フリー確かにジャンプミスは多発しましたが芸術性は素晴らしかったあそこまで低い点数をつけられるような演技では 決してなかった。感染していてとても辛く悔しい気持ちでいっぱいでした復帰してから引退を決断するまでの間、本当にたくさんたくさん悩んだと思います今後ご央さんがどのような活動を行っていくかは未だわかりませんがどのような道に進もうと今後も応援していく気持ちに変わりはありません。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。